各闘技ファンの皆様、ごきげんよう。本日は、朝倉未来が、ひろや、ライジン参戦。会見後、未公開シーンで感情を表に。浅川天心が、朝倉未来るバース、ケラモフの障害予測について言及。木村みのの天心たけるに放った暴言に、安保が反論についてです。 先日、怪物君に負けた西谷選手ですが、さあ朝がやってきた。俺には仲間がいる。前を向いて、現実を受け止めて歩いていこう。と、今後も格闘技に真剣に向き合っていくことを明言。負けた方が悪いただそんだけの話。し、と試合直前には言っていたので、負けたことによるメンタル面も心配されていましたが、 大丈夫なようです。ただ同じく朝倉みくるチャレンジ制のヒルヤは、最後はやっぱり頑張ろうぜとは声かけられなかったです。3年間ずっと2人で頑張ってきたので、そういう勝ったり負けたりの全然まだまだな選手かもしれないですけれど、その中でもお互いにお互いの努力を認めてきて、そこでやっぱり勝つのと負けるのと、もう本当に大きな違いだと思うんですよね。そこをやっぱり物にできなかった西谷くんの言動や 報道を見ると本当に僕はずっと一緒にいたからこそ何も言えなかったですと、毅然には振る舞っていたものの、相当なメンタル面でもダメージがあったと考察、そのため同じくトライ・フォース赤坂所属の朝倉海選手が西谷選手を慰める会を開催。そのの中では西谷選手から今回の試合について。 僕は 1&56 秒で負けました。その感想と解説をお願いします。と、好評を求められると。ブレイキングダウンだったな。しっかり1分で結果を出してくれたところはさすがだった。西谷選手、試合後の行動でも話題を集めましたが、まずは判定に持ち込ませなかったことを賞賛。ただ、今回負けたことについては、rizin の大舞台でそこで実力を出せるかどうかって結構大事なところ。怪物君は難戦化してきていて、離れしていた。そこの差が出たと思う。実力に差がある あったとととといいうとそんなことはなこは朝倉海選手の視点から今回、の負けについてて分析ししおりました今回セコンドについた朝倉未来選手も戦前7対3くらいで西谷くんが勝つと思っていて、例えば100回勝ったら何回か勝つくらい実力が拮抗してると思うんです。でも結局、格闘家勝って試合で勝つために練習してきていて練習だけ強くても意味がないしあの大舞台1回で負けたということのデカさは変わらないので本当に その日、西谷くんが弱かったということですと言及。鈴木選手が朝倉未来選手のクレベル勝利予測を受けて、格闘技に格上も格下もないんですよ。その日、強い人が勝つんでと言い放ったことで話題を集めましたが、朝倉未来選手も影響を受けたのがコメント。また、試合直後に鈴木選手に対して、もう試合やんねえよと返した件については、リングの上ではなかなか感情が抑えられない。ボルテージマックスになってるから、アドレナリンがもう。俺も勝利後に兄貴のハイタッチとか気づかなかったか on it. と山本キッド選手もも勝利した後も殴り続けるということがありましたが格闘家は試合直後通常の状態ではないことを理解最後に西谷君ちょっと最近強くなっていてそれで過信している部分があるのかなと思ったまだまだ弱いんでまだ調子に乗るのは早いぞって言われているまずは実力を伸ばすことが最優先とエールを送っておりましたなお朝倉未来選手は記者会見後の囲み取材で記者から西谷選手がフィニッシュされた時に朝倉選手の顔が映し出されてちょっと怒っていたようにもいた 見えましたそれは試合の結果だけではなくて例えば練習でやってきたことを違うことをやったからなのかそれとも別の感情でしたかと質問があると朝倉めぐる選手いや全く怒ってる感情ではなかったんですけれどそう見えたのかなというよりはどちらかといったら悲しかったんですと個人的には朝倉めぐる選手あまり物事に対して悲しかったなど言わないイメージがありますか やはり頑張っていたところを見たためか感情をあらわに加えてきたからその悲しみというのは負けたことにと追加で質問があるともちろんここで勝てなかったというちょっと自分に重ねている部分があって同い年の26歳でライデビューしたのと俺もジアアウトサイダー出身ということで同じような賛否の中だったし当時のケバ票も全然俺の方がだいぶ低かったのでそこを乗り越えた自分に重ねていて期待していた部分があってそこはちょっとがっかりというより悲しかった という感じですね。と、改めて理由を説明しておりました。朝倉未来選手の発言からも、今回西谷選手がいかに期待されていたかがわかりますが、まだもう一人、広谷選手が残っており、広谷選手も負ければ全て終わり、ここで死んでもいい、死ぬ気であると明言。期待も膨らみますが、記者から自家パ判すればスーパーライジン2に出られるのか、 というこのマッチアップを朝倉ファミリーに頼りっきりじゃないかという声もあるかと思います。そういう中でこのカードをあえて組んだ意図を教えてください。と聞かれると、榊原代表は頼りっきりといえば頼りっきりですよ。本当にミクルと会がライジンを共に作ってきたし、トップアスリートで今現役で、今回本人もトップのあいつと本当に人生をかけた試合をミクルもするわけじゃないですか。そういう中でもうやっぱりこの更新を育てたり、更新に思い持って関わっている姿には僕も敬意を表している。 と、ライジントップとしては、両兄弟にとても感謝しており、その兄弟が推薦する選手であればとのことで期待を込めて組んだカードのようです。ぜひコメント欄で、昼や全勝敗予測や、推薦でのライジン参戦へのご意見おかせください。なお、今回、 の朝倉兄弟も参戦する大会 Unext をて独占配信しております。今買うと大幅に安く視聴できるようですので、視聴にご興味ある方は概要欄とコメント欄記載の URL から登録を購入してみてください。現在30日間無料キャンペーン中だそうです。次に、ナスカー天心選手が昭和予測を研究についてです。イベント開催前から弟子が参戦するなど盛り上がりを見せているスーパーライジン2ですが、朝倉未来選手もケラモフットの 大一番を迎えます。ライバルであるクレベルは、朝倉が絶対勝ちます。多分パンチが入ったりとかして、KO できる。あとで朝倉未来を、 大晦日で待ちますと勝利を予測。朝倉未来選手、ここで勝利し、大晦日に期待したいところです。また、先日ボクシングデビューを果たした、ナスカー・テン選手も、この試合について研究。ファンから、ミクルさん、バース、キラモフの障害予測について、教えてくださいと聞かれると、ミクルさん、勝つっと即答しておりました。天心選手、もともとキックボクサーといえども、MMA でも戦ったことがあり、そんな選手からも、勝利宣言が届きましたが、ファンからも、ミクルも天心のボクシングデビュー戦の時、応援してたし、戦う舞台 は離れたけれどお互いに応援してるのいいねまあぶっちゃけみくる勝利予測って言っといた方が角が立たないからっていうのもあると思うが と、朝倉未来選手が、ナスカ天心選手のボクシングデビュー戦を前にして、天心君にも頑張ってほしいよね、同じくライジンで戦ってきた身として、とエールを送ったことを指摘、違う道に進んでも、両者互いに応援し合う姿をよく思うファンが多かったです。最後に、木村実にのる炎上についてです。こちらも同じく前回のライジンに出場し、見事な一案度経路で、まさにブレイキング直した木村選手ですが、あまりの強さにステロイドを疑われる事態に、 木村選手ご本人は、ステロイドを疑われるほど強いと思われているので、別にいいと前向きのようですが、ライジン榊原代表によれば、ステロイドのチェックは受けていることも話題に、そんな強すぎるが故に、話題を集めた木村選手を特集したライジンコンフェッションズが公開。その中では木村選手が、天心選手とか竹る選手がキックボクシングではないので、あくまで軽量級は別物なので、生物的に違うので、これからはこういうキックボクシング、立ち技を見せていくので、と言ってしまえば、東京 京ドームで何万人も集めた両選手がした試合はキックボクシングではないとまで暴言を放っておりましたこれには早速ファンから木村による本当に嫌いになりそうだわ天心とタケルのことをバカにし上がって軽量オーバーしたりドーピング疑惑があったりボクシング行くのかと思ったらジムの人にも言わずに辞めたり中途半端なやつが何言ってんだよと非難が殺到そして同じく元慶安王者の安保選手が確かに生物的にちゃうような捨て捨てのみモデル木村と痛烈な皮肉加えてシンプルな話ド 疑われて仮にやってなかったとしたら俺ならションベース今すぐ取って確認しろって切れるけどな何も釈明せずにだんまり決め込んで疑われて当然やろとなぜ黙ったままなのかと非難しておりました以上今回は朝倉兄弟がチャリン星の活躍について述べた件をまとめていました是非広やバス伊藤の試合そのものや昭和予測 など、への皆様の感想もコメント欄で教えてください。次の動画では新しくスーパーライジン2について情報があればお伝えする予定ですので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。なお、今回の動画が良かったら、高評価ボタンを押してくださり、通知ボタンもオンにしてくださると励みになります。以上、今回も動画ご視聴いただき、ありがとうございました。